今日はベビーメタルに関して J-POP や K-POP をはじめ世界中のポップミュージックに詳しいポペモール主催の浅賀和弘さんに聞きます。浅賀さん、おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。ベビーメタルはですね、はい、昨日もちょっと言ったんですけど、以前このインサイトにご出演してくださっていた経済アナリストの森永卓郎さんがね、何年か前に、はい、ベビーメタルは必ず来ると、うん、まだそんなに多分なんだろう、大ヒットする前だったと思うんですけど、はい、で今実際すごいんですよね、ベビーメタルって。いや、すごすぎますよ。それをね、やっぱり世間の皆さんがよく理解してないから、僕がここで語らざるを得なくなっちゃったんですよね。あのね、森永さんが言ってたのは、はい、私すごく覚えてるのが、はい、ものすごい年齢が低かったんですよ、その時、うんうん、それでなんか日本武道館の公演の最年少記録かなんかを作ったとかいう、はい、その時は確か2014年、はい、最年長が16歳で最年少が14歳だったと僕は記憶しています。あ、その14歳で日本武道館で公演するのは最年少記録、うん、ということだと思いますね。そうか、女性でしたかな、女性で平均年齢じゃないですかね。平均年齢15歳とかね。なるほどなるほど、そうか、それぐらいやっぱりもう、でもその頃からかなりファンは獲得していたグループなんですよね。圧倒的ファンすごかったですね。毎回チケット取れないんですよ、もうその頃から。で、あれなんでしょ、そうそう、もう一つ言ったのが海外ですごい活躍してるって、うん、そうなんですよ。そのだからさっきのね、その武道館公演以降、海外に進出を決めて、はい、でイギリスとかアメリカのですね、いろんなライブ会場あるいはコンサート、うん、フェスティバルに、うん、まあ、武者修行な形で、うん、行ったんですが、うん、そこでもいきなり大ブレイクしましてですね、イギリスがアメリカとか、特にイギリス人っていうか、イギリスの音楽ファンってやっぱ新しいものが食いつくんですよね、うん。だから僕がすごい衝撃だったのは、5000人収容のブレクソンアカデミーであるんですけども、そこをね、全然デビューもしてない、現地でデビューもしてないのに満杯にしたんですよね。なんで満員なんですか、だって知らないのに。いや、そこはね、やっぱり前評判で来るの、聞いて見たいと思って来るんですか。今のネットの力ですよ、みんな YouTube で見るんですよ、イギリスの人たちが。そうです、いろんなその MV ミュージックビデオをですね見て。それって英語で歌うバージョンで彼女たちは歌うの？いや、違う、全部ほとんど日本語です。あ、もう 100% 日本語ですね。日本、はい、日本語でイギリスで公演して初めての公演で5000人規模の収容の施設が満員になるんですか、はい、そこで僕はね、すごく衝撃を受けたんですよ、うん、ね、なぜそういうことになるのかってことで、そこから僕の研究が始まりました、はい、そうですか、うん、ところがその、うん、そこからさらに1年後には一足飛びにイギリスのウェンブリーアリーナというですね、1万2000人規模、うん、これ日本人初なんですけども、やったのが日本のアーティストで やったんですよ、はい、僕だからそこまでね、もう会社首覚悟で追っかけてきました。行ったんですか。行きました、行かざる、もうこれで行くしかないと思って。すごいしたらすごい光景だったですね。何がすごいんですか。いや、だって現地のイギリス人とかヨーロッパ人がほとんどの客層を占めてるんですけども、うん、みんなやっぱり日本語で合唱するんですよ。はあ、そうですか、はい、みんなよく曲聴いてて知ってるんですね、はい、これベビーメタルって何人ですか。ですね、もともと3名なんですが、はあ、ちょっと1名脱退しまして、正式メンバー2名、はあ、スーメタルとオモアメタル、あとはですね、ステージ上はやっぱり3人構成というのが一番ベストなんで、一番、うんうん、でサポートメンバーを交えて、で今ね、その博多華丸さんの娘さんなんかがサポートメンバーされてますね。そうなんですか。アメリカツアーとかやってますね。入ってるんですか、はい、歌ってるんですか。歌ってます。あ、歌はごめんなさい、歌はしない、ダンスだけだ。ダンス、へえ。ベビーメタルって名前の由来は何なんでしょう、はい、これはですね、ベビーメタルというのは、まあ、その本人たちが言うところでは、まあ、ベビーちょっと可愛いイメージですよね、うん、メタル激しいですよね。メタルってヘビーメタルのメタルなんですか。そうなんですよ。だからそういう激しい、もともと白人男性中心のものに、うん、可愛い、なぜかアジア人の女性が歌って踊ると、うん、そういう相反するものを混ぜたらどうなるかという実験的な、可愛いのに激しい音楽、はい、ベビーメタル。そしたらもうそういうメタルファンがですね、うん、反応しても賛否両論。はあ、どれすごかったですね。今だからどれぐらい、そのイギリスの話聞きましたけど、はい、アメリカとかその世界中でこのベビーメタルは知名度が上がってるってことなんですね。もう当然上がってます、うんうんうん、ついこの間10月に発表された3枚目の、うん、メタルギャラクシーというアルバムは、うん、ついにアメリカビルボードで、うん、56年前に坂本九が、まあ、上を向いて歩こうが入った LP で打ち立てた、はいはい、ビルボードのアルバムチャート14位を抜きまして、13位に輝いて、これね、もう日本人が日本語で歌っているアルバムとしてはもう歴代1位ですね。え、ちょっと待って、ビルボードでしょ。アメリカのビルボード、あの全米の総合アルバムチャートですよ。それで13位。おそらくこの記録ってもうそうそう
破られることはもうないんじゃないかなと思いますね。それも日本語の曲なんですよね。全部日本語です。はい。先ほど ね、聞いたそのパパヤも入ってますね。パパヤね。そうそう、今かかって、ね、はい、かかっていた曲。あれなんか熱狂的にみんなね、その祭りだ祭りだってね。言ってましたね。世界中で盆踊りやるんですよ。祭りだ祭りだって合唱しながら。もうそういうノリのコンサートなんですよね。すごいな、日本の文化を広めるのに貢献してますね、ベビーメタルはね。いや、もうすごいですよ、ね、まさに J-POP のですね、最先端、もう海外進出のもう最前線を行くグループなんですよね。なるほど、はい、ちょっと1週間にわたって、はい、いろいろ今年活躍した若い人たちに支持されているグループとかアーティストを紹介していただきました、はい、なんかすごい面白かったんで、はい、また次回もよろしくお願いします。本当ですか、また呼んでいただけるんですか。はい、時間を作りたいなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう喜んできますんで。ありがとうございました。J-POP や K-POP をはじめ世界中のポップミュージックに詳しいポペモール主催の浅賀和弘さんでした。